有一による長編小説。平中が17歳で執筆したデビュー作で、第21回文芸賞加作受賞作。1985年1月28日に、河出処房新社より刊行された。1990年10月に、河出文庫より文庫化されている。1993年に、白羽渡人志監督、小松千春、染谷春主演により、 映画化された。シーズレインは1993年に公開された日本映画である。カラー95分。シーズレイン制作委員会が制作、東映アストロが配給した青春映画、恋愛映画である。平中雄一の同名小説の実写映画化作品。監督は白羽渡る人し、主演は小松千春、染谷春。 大阪北雪から神戸に至る阪急沿線は一種独特の雰囲気を持つ地域である。足屋や宿川あたりのお屋敷町を抱え、この地域で生まれ育った子供たちは中流以上の生活と意識を持ち、スノップな雰囲気に満ちている。そんな高校生たちの少し背伸びした恋愛模様を描いた作品である。配役には当時人気急上昇中だった小松千春。 新進経営のアーティストだった、ソメヤ売り出し中だった、成太郎美有森成美菊池舞子のほか松岡秀明、野田美紀子といった、当時の人気アーティストが出演している。映画化された内容については、部分的に方言が使われていたりして、未完成なところも参見され、工業的には成功しなかった。しかし工業的に成功したとは言えなかったものの、 公開後の1995年にこの地域が阪神・淡路大震災で壊滅的被害を受けたことで本作は別の価値を持つこととなった。ほぼ全編が神戸や阪急沿線でのロケで構成されているため結果として震災前の貴重な建築物や街並みが映像に止められたからである。震災二十周年の節目を目前に二千十四年十二月十八日に ブルーレイディスクが限定生産で発売された。主題歌は大江千里の砂の城。この曲は大江のアルバム六甲おろし吹いたに収録されている。主演の染谷が劇中で歌う楽曲は同じ空を見てた。この曲は染谷のアルバム僕の企みに収録されている。EPIC、ソニーの制作ディレクターだった保坂孝介が ソメヤシュンと大江千里を担当していたことも大きい。映画プロデューサーである小谷光一がソメヤシュンを主役として抜擢する際にソニーの担当ディレクターである保坂康介に相談。保坂康介はソメヤシュン主演の唯一の条件として担当していたソメヤシュンの楽曲と担当していた大江千里の楽曲を劇中で使用してもらうことを提示。 原作者の平中祐一が大江地里の関西学院大学の後輩という縁を重なり、両者の主題歌、挿入歌が決定した。大学受験を控えていた祐一と玲子は典型的な友達以上恋人未満の関係で、友人のサ子はそんな二人をじれったく思っていたが、玲子は年上の四い岸本に片思いしていた。しかし、祐一の幼子が帰国してきて、 雄一に積極的に近づいたことから、玲子と雄一の間に微妙な空気と変化が起こる。さらに、雄一の友人の高信が優子に一目惚れしてある、パーティーで告白する。告白された優子は動揺したまま雄一に抱きつき、その現場に玲子が居合わせてしまい、せっかく接近しかけた心が壊れてしまう。その後、一年が過ぎた。玲子は東京の大学に通い、 雄一は予備校に通う。一年ぶりに再会するが、お互いに恋人にはなれないことを悟る。監督の白羽渡る人氏も、電車内で新聞を読んでいる乗客として、亀を出演している。ありがとうございます。